ちは、わさたかよです。わさしゅうじです。はい、バックはですね、ここら辺、ほら、こんな桜が咲いています、うん、お家のね、すぐ近所にある公園なんですけれども、もうね、一気に花が咲いてきました。なんか私、大福餅みたいな顔になってるはい、実はですね、いつもは手でカメラを持ってるんですけれど、今日はですね、なんと自撮り棒を買ったというね。見えるのか、ほら、はい、皆さんの応援のおかげで、うん、チャンネル登録者数が3000人を超えました、うん、はい、ありがとうございます。で、今もですね、皆さんのおかげで順調にですね、うん、チャンネル登録者数を伸ばせているんですよね。1000人超えてからがあっという間でしたね、うんうん、もちろんですね、何だろう、私たちがお伝えしているカテゴリーコンテンツはですね、うん、占いと健康を重きを置いたところということで、やはりですね、まあ、見てくれている、必要としてくれている人がたくさんいるということで、だからまあここまで来れたところもあると思うんですけども、でもやっぱりそれに気づくまでやっぱり時間かかりました、うん、そうだからですね、もしこれをご覧の方でですね、うん、もうさっさと1000人超えたいとか、ね、2000人超えたいとか、まあ、とにかく収益化したいとかっていう方はですね、もうぜひとも絞っちゃってみてください。ぜひとも、もう私たちと同じ過ちを歩んでいただきたくないので、うん、絞ること、もうこれにつきますね。私たちもそれずっと聞いてたんですよ。絞った方がいいよって、いろんなことやりすぎない方がいいよって。でもね、やっぱりね、喋りたいこと喋っちゃうんですよね。やっぱりね、どこまでも相手目線に、お客さん目線というか視聴者目線に立てなかいままでいたんですよね。その結果3年以上かかりました。てかまあ1ヶ月でね、チャンネル登録者数1000人いく、うん、素人さんもいらっしゃるようなので、だからやっぱり、ね、戦略ですよね。そしてそれを実行できるか、じゃあこの一つに絞った方がいいのだねとか、でも一つに絞ってるけどもこれ、あんま受けないな、じゃあちょっと別のやつに絞ろうかなとかっていう風にですね、いろいろ試行錯誤されてみていただければなと思います。私たち夫婦のような過ちを歩んでいただきたくない思いでございます。みんなも一緒に YouTube やりましょう。はい、では何かの参考に。